ナンバーアンダーラインアイのライブツアー2024ノーアイは、多くのファンにとって夢のような時間だった。ファンたちは、この特別な瞬間を共有し、彼らが体験した感動や興奮を一つ一つの言葉で伝えていた。特に、多くのファンが強く印象に残ったのは、ステージ上の3人、平野翔、ガン・太、そして神宮寺優太が至近距離で見られたという事実だ。 肉眼で彼らの顔がはっきりと見えるという絶好の位置での観覧は、まさにファンの夢が現実になった瞬間だった。この日、3人はそれぞれのソロ曲を披露し、ステージに立つ姿はまさに圧巻だった。岸優太がギターを弾きながら披露した、レシピは、ファンの間で特に大きな話題となり、ライブのハイライトとして多くの人の記憶に残った。岸は1人で複数の楽器を操作し、 目の前でリアルタイムで音楽を作り上げるそのパフォーマンスは、まさにプロフェッショナルの姿そのものであり、観客はその技術に驚きと感動を覚えた。彼の演奏する姿を目の当たりにしたファンは、その迫力と感情に圧倒され、歓声を上げていた。さらに、平野翔が歌った「透明になりたい」は、彼のパフォーマンスとともに神々しい雰囲気を醸し出し、多くのファンが涙を流したと言われている。 彼の持つオーラは、単なる歌唱力やダンスパフォーマンスを超えて、観客一人一人の心に深く届く何か特別なものがあった。彼の登場に対する観客の反応は圧倒的で、その場にいる全員が彼の魅力に引き込まれていた。このライブツアーのエンディングとして披露された、I.L.Y. は、ファンにとって特別な意味を持つ瞬間だった。アンコールの最後に撮影が許可されたこの曲は、多くのファンがスマートフォンを取り出し、 目の前の3人を写真に収めることができた瞬間でもあった。手ぶれや興奮のあまり、画質の設定を忘れるファンもいたが、それでも彼らはこの瞬間を忘れることなく、記録に残すことができたことに感謝していた。このライブの感動的な体験を SNS でシェアするファンも多く、彼らの投稿を見た他のファンも、まるでその場にいたかのような感覚を味わった。ライブに参加できなかったファンも、 投稿を通じて共有された写真や映像を見ながら共感し幸せを感じていた。彼らは直接その場にいられなくてもインターネットや SNS を通じてライブの興奮や感動を間接的に共有することができるという新しいファン同士のつながりを見出していた。しかしこのライブがもたらす感動は単にエンターテインメントとしての側面だけではない。多くのファンは このライブを通して彼ら自身の人生における困難や課題と向き合い、その中で勇気や希望を見出していた。平野翔、岩優太、神宮寺優太のパフォーマンスは、彼らの技術や才能を超えて、人々に感動と共感を与え、心を癒す力があるのだ。実際にライブに参加したファンはもちろんのこと、オンラインでその様子を見たファンたちも、この瞬間を通じて自分たちの心の中で何かが変わったと感じているに違いない。 ライブに参加できなかったファンの中には、チケットが手に入らず、画面越しにライブの様子を見守るしかなかった人もいた。しかし、そんな彼らにとっても、他のファンがシェアするライブの映像や感想は、まさに、お裾そわけとしての感謝の気持ちを伝えるものだった。実際にその場にいたファンが撮影した、i l y の映像は、ライブに参加できなかった人々にとって、まさにその場にいるかのような感覚を味わわせることができた。 また、今回のライブツアーでは、特にステージの演出が話題になった。花道を通って観客の近くに来るパフォーマンスや、ステージ上での繊細な照明や映像演出が、さらに観客を引き込む要素となった。岸優太が操作していた、ルーパーと呼ばれる機材を使ったパフォーマンスも、まさにライブでしか体験できない特別な瞬間だった。彼が一人で複数の楽器を演奏し、その場で音を重ねていく様子は、 ライブという瞬間の芸術性を強調するものだった。ファンの中には、今回のライブツアーのセットリストについても強く感動を覚えた人が多かった。それぞれの曲には、メンバー一人一人の思いやメッセージが込められており、ライブを通じてその感情がダイレクトに観客に伝わった。特にソロ曲では、各メンバーが持つ個性や音楽性が際立っており、観客に新たな感動をもたらした。平野翔の「 透明になりたいは、彼自身の内面を表現したかのようなパフォーマンスで、多くのファンが涙を流した。また、ガン・ユータのレシピでは、彼の楽器演奏の技術と情熱が前面に押し出され、神宮寺ユータのパフォーマンスも、彼の持つ独特の魅力が詰まっていた。ライブ後、多くのファンが、最高の一日だった、と語り、感謝の言葉を SNS 上でシェアしていた。彼らにとって、 このライブは単なる音楽イベント以上のものであり、日常の中で忘れがちな感情や思いを思い出させてくれる特別な時間だった。参加できなかったファンも、こうしたシェアを通じて間接的にライブを楽しむことができ、その喜びを共有することで、より一層の連帯感を感じていた。今回のツアーでは、特にファンとメンバーの距離感が重要なテーマとなっていた。物理的な距離だけでなく、 心の距離も近づいたと感じる瞬間が多く、ファン一人一人が特別な存在としてステージ上の三人とつながっていると感じることができた。特に、アンコールでの ILI のパフォーマンスは、その象徴的な瞬間だった。ライブの最後に撮影が許可されたというサプライズも、ファンにとって大きな喜びであり、この特別な瞬間を永遠に記録として残せることは、ファンにとって何よりの宝物となった。 ナンバーアンダーラインアイの3人は、今回のライブツアーを通じて、彼らの音楽とパフォーマンスが単なるエンターテインメントにとどまらず、人々の心に深く刻まれる存在であることを改めて証明した。ファンはもちろん、初めて彼らのライブを目にした人々も、そのパフォーマンスに感動し、彼らの持つ魅力に引き込まれていった。このツアーは、まさに音楽とファンが一体となる瞬間を作り出すものであり、 これからも多くの人々に影響を与え続けるだろう。ナンバーアンダーラインアイのライブツアー2024は、単なる音楽の祭典を超えて、人々の心に響く特別な体験となった。ファンたちがその瞬間をシェアし、感動を共有する姿は、まさにこのライブがもたらした最大の成果だったと言えるだろう。このライブツアーは終わったが、その余韻は長くファンの心に残り続けるだろう。ツアー後、 SNS やファンブログには、ライブで感じた感動を語る文章や、撮影した写真、映像が次々とアップされ、まるでその場に再び戻ったかのような熱気が続いている。ファン同士が互いにその感情を共有し、ライブで得た特別な体験を語り合うことで、彼らの絆はますます強まっていくのだ。また、ライブ中に発表された新しいプロジェクトや、今後の活動計画についても、 ファンの間で大きなな話題となっている新曲のリリースや次のツアー日程に対する期待が高まり、ファンはその日を指折り数えて待っている。3人のメンバーそれぞれが新たな挑戦を始めるというニュースも、ファンにとっては楽しみであり、彼らのこれからの成長を見守り続けることへの期待感が膨らんでいる。さらに、このツアーは、単にファンの間だけでなく、音楽業界全体にも大きな影響を与えたと言われている。 ステージ演出の斬新さや観客との一体感を重視したパフォーマンススタイルは、多くの業界関係者にも注目され、今後のライブ制作において新たな基準となるだろう。また、SNS を活用したファンとのリアルタイムでのコミュニケーションや、オンラインでのライブ視聴者への配慮など、現代の音楽イベントがどのように進化していくべきかを示す重要なモデルとなった。今回のライブツアーでファンが経験した感動や一体感は、 彼らの記憶の中で生き続け、次のライブや新しい音楽リリースを心待ちにする大きなモチベーションとなっている。そして、3人のメンバーがさらにどのようなステージを見せてくれるのか、彼らの新しい挑戦がどのように展開していくのか、ファンはその未来に大きな期待を寄せている。ファンにとって、このライブツアーは彼らと共に歩む新たな旅の始まりであり、その先に待っている無限の可能性を感じさせるものだった。最後に このライブツアーはただの一回限りのイベントではなく、ファンとアーティストの間に新たな物語を作り上げる一つの重要なショーであったと言えるだろう。彼らが次にどのようなパフォーマンスを見せ、どのような音楽で世界を驚かせるのか、その未来は今、誰もが想像している。そしてその未来は、確実に彼らがこれまで築き上げてきたものをさらに超えていくものとなるだろう。ファンはこれからも、彼らの歩む道を共に追いかけ、 その成長を見守り続けることを楽しみにしている。